でも一番好きなスポーツ選手がいて。おう。はい。どうだ。まさかプロレスじゃなくて。はい。誰。それ日本じゃないでしょ。いや、日本です。え、マジ誰誰、はい、誰。あ、は、え、野球、わかるの？野球でもないんだ。はい。あ、じゃあ、じゃあ、スポーツだけ教えて。あー、絶対わかりますよね、それ言ったら。冬の冬季の方です。あー、わかった。え、わかったですか？スノボの人だ。はい。ね、なんだっけ？平野歩夢。そうそうそう。が好きなの。が、めっちゃ。このハーフパイプで、すごい得点。北海道感出たね。うん、出た。めっちゃ顔がかっこよくて、あのちょっとなんていうのカリスマっぽいところが、いや好きなところは笑顔がかっこいいところ。はい。ストレス発散とか何してんのかなっていうのもすっごい気になってたの。男の人の意識。美意識がすごいじゃないですか。さくちゃん、ちょっとごめんねって彼氏が、はい、もしよ、彼氏が、はい、ごめん、ちょっと化粧直ししてくるわっつって、うん、オッケーってな、はい、マジ？え、何歳？あ、同い年なんですよ。あ、ゆいゆい、で、会ったことないの？ないです。あ、同い年なの？はい。え、北海道出身なの？いや、新潟出身で。あ、新潟なんだ。高橋彩ちゃんと同じ学校なんですよ。え、じゃ共通点っていうか、知り合い見たことあるって言ってました。去年そういえば、高橋彩花ちゃんあれじゃん、イ・ビョンホンとマッサージ。ねえ、俺あの時に見たけど、あれな、いや、あんま変なこと言っちゃダメだよ。ダメだよ。ねえ、やめろ。やめろ、そんなわけないの。前夜祭会場で組み合わせ表あるじゃないですか。あそこで全員が、え、これ本物かなってみんな言ってたんですよ。もしかしたら、そういうもの、そう、モノマネの方のイ・ビョンホンなんじゃないって、みんな言ってて、本物来るみたいな、言ってたら、フローマネ意味わかんないもんね。はい、本物がいて、うんうん、でドラマ見てたから、はい。こうしてさ、はい、サングラスかけてさ、なんかちょっと冴えない帽子みたいな被ってる雰囲気じゃなかった？かっこいいって、ね、もう、いや本物って知ったから、かっこいいって言ってるけど、はい。みたいな雰囲気なかったな。いや、自分はかっこいいなと思いました。あ、なんだね、うんうんうん、あの年で顔隠してるじゃん、すげえ、はい、また俺なんか怒られる国を越えて怒られる。でもまあいいじゃん、もう俺はもう怒られてもいいけど、そんなかっこいいと俺写真撮ってやめたんだもん。だからそっくりさんに見えたから顔隠れすぎて。いや、でもこういうサングラスなんかね、うん、そう、肌とかはやっぱ綺麗です。うん、そうだね。ツヤがすごくね、うんうんうん、シミもシワもなくて、うん、あ、俺さくちゃん そのストレス発散とか、はい、何してんのかなっていうのもすっごい気になってたんだよね。でもライブ結構好きで、もうどんなに疲れてもライブ行った方が見に行くの、実際に。はい、そっちもストレス発散なんだ。でも疲れます。疲れるんだ。ライブも疲れます。疲れるけど違う疲れだよね。はい、それはもう乗っちゃうから。うん、はい、そうだよ。誰の行くのライブ？いっぱい今まで行ったんですけど、いや本当に K-POP ですもん。去年はセブンティーンっていうグループのファンミーティング行ったんですけど。ファンミーティング行ったの？でも。一回 BTS のファンミーティングで2列目当たったんですよ。それは人生で一番嬉しかったです。人生で、はい、ファッションの世界で一番嬉しかった2列目当たったの、はいはい、そうね、やっぱ嬉しいよね。え、奇跡か。だって試合中でガッツポーズすることないでしょ。はい、ないよね。2列目当たった時どうだった？もう本当に、はい、ってやった。なんか双眼鏡買おうか待ってたんですよ、ライブ行くなら双眼鏡いるなと思って、買ってで、いいやつ買って、行ったんですけど、うん、2列目だから、全然もう、裸眼で、そうだね、こんなにやったら、ね、もう奥のね、はい、看板しか見えないもんね。結構顔もちゃんと見えて、もう、同じ。2列目ってすげえ近いじゃん。もう、変な話、視界から当たるぐらいで近いじゃん。同じなんか人類に生まれた人とは思えないぐらいかっこよくて、うん、マジそんなに？お人形さんみたいなんですよ、整いすぎて。で、整いすぎてるとさ、はい、なんか実際人間っぽくなくなるじゃん。それでもやっぱいい。はい、へー、そうです。そうなんだ。え、じゃあ、はい、整形だとしてもいい？
あ、全然いいです。いいんだ、はい、綺麗なのね、はい、それ今の子みんなそうだよ。整形して綺麗な方が、整形しないでちょっとなるよりも、はい、整形して綺麗だったら美しいもんね、はい、例えばそれがこれ昔こうだったんだよねって、はい、めちゃくちゃブサイクで、はい、で今が綺麗だったらあり、うん、全然ありです。ありだよ。あと結構男の人が脱毛とか全身脱毛とかって昔結構ありえなかったり、うん、あんまりなかったじゃないですか。まあまあだ男はなかったよね、うん、けど今すごい男の人の意識、美意識みたいなのすごいじゃないですか。あ、ファンデーションとか男の人もしたり、若い子とか20代の子とかみんなするんで、そう、顔脱毛とか全身脱毛とかすごいやっててほしいタイプです。マジ、はい、え、じゃあ若干口紅とか塗ってきてもあり？あ、全然ありです。あ、綺麗だね、はい、今の人口紅とか塗りますよ、男の方でも。じゃあ俺部署にカサカサ、ごめん今日しばしばカサカサ部署にごめん。ファンデーション塗ってこいって感じ？いや、でも、それ若い人限定だし、なんかみんな今やってるから、言わない、石にしか見えてない。なんかネイルとか、ネイル、ネイルします、ね、透明なやつ塗ってる人とか。ああ、綺麗にね。はい。じゃあもう、さくちゃん、ちょっとごめんねっつって彼氏が、はい、もしよ、彼氏が、はい、ごめん、ちょっと化粧直ししてくるわっつって、はい、うん、オッケーってなんの？はい。マジ？やってた方がなんかすごい、なんかで、もし夜とか顔洗って彼氏がよ、こうやってちょっとごめん見ないで、すっぴんだからとかって言われたら、あ、大丈夫だよとかってなるの？あ、なるんじゃないですか、ね、すっぴんもいいねみたいな。全然、はい、メイクしてるのとかすごいいいと思います。すごい、なんかあれですよね、アイシャドウとかも塗りますよね、あの人。あるある、男はね、はい、アイシャドウとか。テレビ出てる人は大体するよ。そう。アイシャドウする。そう、アイシャドウとかちゃんとするんですよ。いや、これすごいね。俺らの頃は京本まさきだけだと思う。そうなんですか。今じゃもう。そうね。今もう別ですね。結構。脱毛してるんですか？うん？え？俺もやってる。全身ですか？全身もやってる。どこやってる？顔。え？顔だでも顔結構痛いですね。痛いよ。え、ヒゲ脱毛、うんうん、なんかみんなやってんだよ、うん、すごい。でもね、ヒゲやってる方多いですよね。だって痛いんだもん、ヒゲ剃りが。あー、いつやってる今年でも今年今1月の何日や違う、本当に痛いの、ヒゲ剃りが痛くてしょうがない。1月だけ、まだ、あ、じゃあもう何回言ったろ、3回1月からして、まだ今年以上。いや、あ、まあ正確に言ったら年末から、年末から休み入ってから痛くて、ヒゲ剃りが、うん、もうだから荒れちゃうから、荒れるからだったらもう行った方がいいなと思って、うんうん、でも、うん、タニさんも結構いるよ、うん、濃すぎて、うん、ああ、はい、うん、足とかね、やってる方もいますもんね、うんうん、いるいる、はい、うん、いや、だから毛とかダメなんでしょ。いや、生えてても全然いいんですけど、うん、ない方が好きです。あ、はい、はい、うん、でも言ってた、今日脱毛行った人は、今日行ったんだ、今日行ってた、ごめんなさいね、全然遅刻したわけじゃないんだけど、絶対するんだよ、え、まだ家でくるあるな、え、連絡してみて。いや、出ないんですよ。寝てるんじゃん。いや、寝てない、取りました。あ、すいません、絶対分かんないでしょ、全然分かんなかった、ほらやっぱり、俺全然分かんなくて、もう気持ちがすごい、いや、マジでこれ分かんない人天才と思った、参った、マジで、マジで電車も遅れるし、場所分かんないし、これ俺のせいじゃない、電車遅れたの、電車遅れた、絶対嘘だ、調べるよ、いや、マジで遅れた、乗り遅れた、違う違う、電車も遅れたもん、なんで、思うの、俺だって分かんないよ、下症状じゃねえもん、一心一意で、マジでで、小田さんに普通に来ました、同じ方向、あ、俺ね、違う、今日蒲田に泊まってる、え、そう、蒲田から来た、近っ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 、めちゃめちゃ近い、そこは近いけど、そこからそこまで行くのもね、中学生とか高校生がもう来てんだって、もう毛を抜いてるんだって。中学高校ってやっぱお金かかるわけじゃん、脱毛でも、親が出すんだね、で、親もじゃあ脱毛行きたいよっつって、ね、いや早かしときゃいいんだよとかさ言えないんだよ、そういう時代じゃないの、何言ってんじゃんって、
都会で坊主人間で都会前くれるのと一緒さ、ちょっとそろそろ丸めるわみたいな感じの雰囲気がみんなやるんだろうみたいな。ね、高いんでしょ。高いですよね。高いよね。まあ、医療脱毛と普通のね、2つありますよね。あ、そうなんだ。医療脱毛っていうと保険が効くってこと、はい、じゃあ違いますよね。なんか医療はしっかり効くけど、高いみたいな、普通のはまた入ってきちゃうようだけど安くて、そう、回数たくさん行けるけど安いよみたいな。へー、そんな種類があるの。はい。俺はね、どっちなんだろう、わかんない。もうとにかく早くなくなるやつっす。そしたらもうブチブチ抜かれて、抜くの？いや、あのなんかブラジリアンワックスみたいなでバチンバチンやられて、マジで、あーだだだだだって言って、その後になんかバチ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 って、で、これが一番早いんですって言われて、でももうな、でもなんかないかな。いや、ないでしょ。全然すごい。大丈夫？男じゃねえじゃん。いや、どういう、え、どこのファンデーションがいいのかな。え、イラッとかあんの？いや、ないですね。なんか打った後にバンカー入ってとか、やっぱり、はい、みんな困らない気がするんで。逆に選手も困っちゃうから、ミスショットができちゃう。ああ、そういうことね。完璧に分かってるからね。はいはいはい、一緒になって分かんないよ、これ。久々に来いって。